今回はベトナムホーチミン編です。ホーチミンはベトナムの南にある都市で、ベトナムの中でも最大の都市です。ホーチミンのタンソンニャット国際空港に着きました。タンソンニャット国際空港は驚くほど街中にあり、タクシーで20分ほどで中心街へ行くことができます。まずはホテルでチェックイン。今回僕たちがホーチミンで宿泊したのは3区にあるラ・ベラ・サイゴンホテルです。ここのホテルは空港からも15分と近く、中心街からも 4,5 キロととても立地が良かったです。また評価も高いホテルなだけあってとても綺麗でした。こちらはホテル内のジムです。ホテルについているジムだとは思えないほどの設備が整っていて、気持ちよくワークアウトができます。僕は朝の6時からジムに行っていたのですが、早朝にもかかわらずたくさんの人がいてとてもにぎわっていました。ジムにはなんとサウナまでついていました。小さなサウナでしたが、セルフロウリュもついていて最高でした。Good morning. Good morning. 朝食会場はホテルの25階にあり、朝からホーチミンの街を見渡しながら朝食が取れます。バイキング式になっていて、フルーツの種類も豊富で、ベトナム料理も楽しむことができます。おはよう。ここはホテルの屋上にあるインフィニティプールです。ホーチミン市内で一番大きな屋上プールです。プールからはホーチミンの街を見渡すことができます。屋上にはバーやカフェもあって、一日中プールで過ごしている方も見かけました。こんなに大きなプールだと思っていなかったので驚きました。プールの営業時間は8時から18時までですが、31日の元旦にはインフィニティプールでカウントダウンパーティーが夜中の2時まであって大盛り上がりでした。ホテルからの眺めです。街全体をきれいに見渡すことができます。夜の景色です。昼間とは違ってきらびやかな景色に変わります。夜になると急に交通量が増えます。特に中心部ではこのように道を埋め尽くすほどのバイクが走っています。ベトナムでは国民の9割がバイクを保有しているらしく、まさにバイク大国です。この日の夜はホーチミン市内で一番大きなナイトマーケット、ベンタイン市場へ行ってきました。ナイトマーケットといえばベンタイン市場と言われるほど人気のあるマーケットらしいです。ベンタイン市場に到着しました。ナイトマーケットに来るとより東南アジアの雰囲気を楽しむことができます。ナイトマーケットならではのお土産や食べ物が売られていました。ベンタイン市場は1914年に建造されてから約100年の歴史を持つマーケットだそうです。この日はナイトマーケットでベトナム料理の代表ともいえるフォーを食べることにしました。どうやらこちらのお店にフォーがあるようです。行ってみましょう。はい、ベトナム名物フォー来ました。はい、ナタリアさんのフォー。美味しい。ん？美味しい。美味しい。はい、鶏のフォー。何のフォー？何のフォー？ノーマルフォー。何それ？はい、ノーマルフォーです。フォー、うまそう、マジで。こんな感じでナイトマーケットとフォーを楽しみました。ちなみにこちらの料理も美味しかったです。次の日は6時に起床して、ベトナムに行く数日前に予約したメコン川クルーズのツアーに参加することにしました。こちらはメコン川に行く途中で立ち寄ったベトナム南部のミトーという町にあるビンチャン寺です。ガイドさん曰く中国とフランスの建築様式が混ざり合った寺院らしく、見た目も派手で面白いお寺でした。本堂には60体もの仏像があり、お坊さんのための学校もありました。
お寺や大仏のすぐそばにはヤシの木があったり、綺麗なお花がたくさんあったりと、日本ではなかなか見ることのない光景でした。おはよう。おはよう。船着き場に到着しました。メコン川はベトナムをはじめとするカンボジア、ミャンマー、ラオス、タイを流れる大きな川で、人々の生活や交易には欠かせない重要な役割を担っています。ガイドさんの方もメコン川についてたくさん教えてくれました。スピードボートで約20分間走るとトイソン島、別名ユニコーン島に到着しました。なぜユニコーン島かというと、確か島の形がユニコーンみたいだからと語った記憶があります。ユニコーン島は自然いっぱいの穏やかな南国な雰囲気で、ホーチミンとは別世界でした。あったかいね。あったかい、気持ちいい。散歩しよう、はい、散歩しよう。島にはランボルギーニではなくランブロギーニがありました。ユニコーン島ではココナッツキャンディーの生産が盛んらしく、ツアーに含まれていたココナッツキャンディーの工場見学にも参加しました。ココナッツの果肉を割った後はそのままミキサーのような機械で粉々にします。これはココナッツミルクです。その後、キャンディーの原料となるものを混ぜ合わせて時間をかけて煮詰めていきます。特別に出来たてのココナッツキャンディーをいただきました。優しいココナッツの甘さが癖になるような味でした。こちらでは出来上がったココナッツキャンディーにパウダーをまぶしてキャンディーの型をくり抜く作業をしていました。ベトナムではどこのスーパーマーケットでも見かけるココナッツキャンディーですが、その生産過程を見ることができたのは貴重な体験になりました。さて、これから手漕ぎボートに乗ってヤシの木のトンネルをくぐり抜けてジャングルを楽しむメコンデルタクルーズです。皆さん今どこに来てますか？わかりません。え誰か教えてあげて。メコン川クルーズです。メコン川に沿ってどこに行くか分からんけど。みんなどう？元気、最高。楽しんでますか？はい、楽しいよ。レストランに帰った。今から宇宙フィッシュ食べよう。レストランフィッシュ、ホワイトフィッシュ食べよう。みんな違うこと言うよ。誰が正しい？誰か誰も楽しくない。誰が正しい？レストランに到着しました。ジャングルの中の水上にあるレストランです。たくさんの観光客でにぎわっていました。お昼ご飯は同じツアーに参加していたシンガポールの方々と一緒にいただきました。こちらがメコンデルタ名物のエレファントフィッシュです。横に見えるのがダイナソーエッグと言われるごま団子のようなスイーツです。どの料理もとても美味しかったです。メコンデルタクルーズとココナッツキャンディーの工場見学、地元の食材を使った食事2回付きでなんと2700円でした。日本のツアー会社では1万5000円ほどだったので、現地のツアー会社はとても安くてコスパが良かったです。今回はベトナム旅行パート1、ホーチミン編をご紹介させていただきました。皆様ご視聴ありがとうございました。